うまっ、うまい、うまそう。ちょっとタルタルいきます。うわー、すごい出てきる。うわお、わお。すいません、ちょっと来てもらっていいですか。あ、あんたです。どうぞ、どうぞ。おだまぶー。じゃあ今日はおだまさんにやってもらいます。なんだやめ、なんだって。俺ですか、おだんごさんじゃなくて。カムバックサスケ。カムバックサスケ。カムバックサスケの一発目ですよ。いやー、復活しましたね。そんなカムバックサスケ一発目の、え、祝福、祝福企画です。今回は、はい、もうあるものを好きなだけ食べてもらおうっていう企画になってます。何、ウニ。今大流行してる食べ物。分かった、地球グミ。地球グミ。あー、なんか近づいてきてます。今回食べてもらうのはこちらです。じゃん、板チョコアイス。そこに置いてあるから、ま、そうだろうなとは思ったよ。え、これでも食べたよ、うちらの企画でも食べたけど、これを普通に食べてもらうだけではないんです今回。え、サスケにはこの板チョコアイスだけを食べて3日間やだー。嫌すぎて、嫌だってのは早すぎた。3日間生活。やだー、3日間生活。食べるのはいいんだけど、3日間これだけはやだ。ということで、頑張って3日間アイス食べてください。ちょっとやるってまだ言ってないよ。拒否権もあります、もちろん。そりゃそうだよ、もちろん。ちょっと聞いてみようかな。やりますか、やりませんか。やるー。ありがとうございます。って言うしかないんだよ。そうなの、言うしかないの。ということでお願いしますよ。頑張ってください。やるしかない。というわけでね、食べていきたいと思うんですけど、今、朝のもうすぐ11時ぐらいですかね。なので、まあ、朝兼お昼ってことで2個食べたいと思います。めちゃめちゃいっぱいあるからね、何個でも。いや、いっぱい食べたいっていう感じじゃないじゃん、別に。これあんまりカチンコチンのアイスって好きじゃなくって、シャーベットとか、どっちかというとカップ系の柔らかいバニラみたいなのが好きなんですけど、これチョコレートも薄いし、中にバニラだから、うまっ、うまい。今想像しちゃった、これ今日一日これ食べるんだと思った時に、多分夕方の5時ぐらいが限界来る気がする。お腹減ったんでケンタッキー食べます。あ、じゃあ着てる服を置きますね。小学生どういう風に着てる服がある。これ普通の板チョコはあんま好きじゃないですよ。だけどこういうのは食べれる。クリームとかと一緒に食べるのうまい。うわ、うん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 、分かった。これちょっと今までの3日間生活とか1週間生活の教訓生かしますわ。絶対に飽きってくるんですよこれ。だから好きなだけ食べていいって言ってるけど、何個は絶対食べなきゃいけないって言われてるわけじゃない。つまり飽きさせないようにうまく生活するっていうのが大事だから、今そこまでお腹空いてないんで、無理して2個食べるんじゃなくて1個にしておきますわ今は。もうで、お腹が空いたたんびに1個ずつ食べてみたいな。まあ、また多分夕方ぐらいに食べたいと思います。3日間生活いったんで。皆さんこんばんは。めちゃめちゃ腹が減っております。なぜ腹が減っているかというと、板チョコアイスしか食べてないからです。企画でですね、俺以外のメンバーがちょっと大食い企画やってて、本当に腹渡に煮えくり返った瞬間があったんですけども、みんな今寝てますね。あ、うまい。結局腹減るとうまいよね。お腹空いてるとぐわーっと食べたいけど、アイスだからぐわーっといけないのが腹が正しい。あと意外とチョコって腹持ちする。もっとすぐ腹減るかなと思ったけど、初日でこんな感じだもんな。できたらこの中のバニラだけでいいって感じ。あえてこれ結構溶かして食べるっていうの手かもね。バリバリ言わせないで、バリバリするのはもう初日だけで十分かな。お腹いっぱいじゃないんだけど、すごい顎使って歯が痛いから、もうとりあえず食事しなくていいやっていう感覚になるのはある意味いいのかな。あ、来た。今日はこんだけにしておきますわ。皆さん起こしました。3個食べるのもきついもんな、腹は減ってるのに。お腹空いてるのに歯は冷たくて、ちょっと顎疲れるから食べたいのに食べれないっていう。今日はどうにかなったけど、明日から思いやられそうです。それではまた明日、グッバイ。おはようございます。クソ味噌腹減りました。うわ、マジで腹減ったけど、これ食べなきゃなのかって思うと一気にじゃん気持ちが萎えるの。あ、美味しそう。いや、端っこで食べるんじゃなくて、どっか行って食べて。うまっ。いただきます。あー、匂いが感じない。あ、いやいや、匂い自由よ。笑えていきますよね。
これ食べるよ、匂いかけながら。いやいやいや、おいた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 、行きました。どうどう、あやまへまだまじ、うん、いや、返してください、返してください。好きなだけ大丈夫、食べな。食べたよ俺。絶対電子レンジなんか食べようとしてるやつるな。ちょちゃん何食べんの。僕はあのすき焼き丼です。やばい、パワーが出ないわ。本当だったらもう今翔ちゃんがすき焼き丼ですって普通言ってたのよ。もうあそこまで行って胸ぐらつかむぐらいパワーあったんだけど、今日はちょっとさすがにおつゆが飲みたくなっちゃう。スープオッケーなんだっけ。左右入ってな。あ、入ってよ、ほら。いや、腹は減ってんだよな。腹は減ってるけど、それって結局アイスでは満たされないんだなってことが分かりましたんで。でも慣れよ、慣れ。いや、慣れる前に終わんだよ、もう。アイスより早く食べる人いる。いかに俺が時間かけて食べてるか分かりますよね。ほんとだよ。じゃあアイス食べようかな。今食べると。いや、板チョコ以外のはいいでしょ。はい、頑張って。はい、とりあえず朝兼お昼はもうこれだけにします。で、昨日と同様また夜に食べて、極力これをすごい飽きたって感じしないように3日間生活したいと思います。とにかく辛い。ああ、はい、ごきげんよう。それではですね、板チョコを食べていきたいと思います。私なぜこれ食べているんでしょうかというね、不思議な気持ちで食べるんですけども、何やら3日間食べなきゃいけないという、誰が考えないでしょうかこの企画。もう食べなきゃもう腹減っちゃうんですけど、飽きちゃった。あん、甘い以外のも食べたいな。ちょっと量ちょっと今回食べます。もうお腹空いちゃってもダメだ。バリバリ食べてやる。一瞬は腹にたまるんだよな。アイス1週間生活した人はそうでしょ。なんか俺夏にやったからさ、もう暑い、めちゃめちゃ暑いで。確かに食欲があんまない時期食べてるもんね。そうそうそう、そうだそうだ、おいしいアイス屋さん食べてるじゃん。あ、そうだそうだそうだ、だからだ。ほぼ断食みたいなもんだよ本当に。翔ちゃんほらね、すごい笑ってるけどさ。いや、めっちゃ孫でした今。あざ笑ってるけど、チョコはきついってしてた意外と。いや、もうすっごい気持ちわかります。やったことあるないです。よし、これ食べたらもう今日は終わりにしよう。さすがに飽きちゃったな。チョコになんか調味料をかけるって。いや、それ思ったんだよね。思ったんだけどさ、結局甘いものしか合わないじゃん。すっげえむずいと思って。塩とか合わないですか、しょっぱいの。すいません、ありがとうございます。ちょっとかけてもね、ちょっと。いい、いいですか。ええー、本当ですか。ちょっとの変化も嬉しいですよ。なるほどね。甘い味噌みたいな。味噌田楽。そう、そんな感じ。そんな感じ。味噌田楽の感じ。どれどれ。いやいやいや、どれどれだよ。あなたがやんなきゃいけないことあるでしょ。よし、じゃあ最後の一口。合わないだろうなと思ってた調味料が意外と功を奏して。味変になったから、ちょっと3日目はもうチャレンジしてみようかな。また明日最終日頑張ります。皆さんこんにちは。3日目やってまいりました。じゃん、相変わらずの板チョコアイス。結構ね、頭ボーっとしちゃってたせいか、さっきテーブルに思いっきり頭ぶつけてタンコブできてます。腹は減るんすよ。昨日塩を振るっていうチャレンジをしたんで、今日もね、なんかちょっと変えて食べたいと思います。醤油とか調味料持ってこよう。よし、持ってきました。これチリ、スイートチリと、ごまドレッシングとタルタル。これでちょっといっちゃおうかな。ごまうまそうだと思うんだけど、合わねえな。ちょっとタルタルいきます。うわー、すごい出てきる。うわお、わお、世界一合わねえ。合わなさ度100。チリはいい感じするんだけど、ちょっとスイートチリなんで、これチョリンチョリーン。これダメだ、世界2番目に合わない。合わないトリオだわ。塩ってすげえんだな。カレー粉とかどうですかね。カレーパウダー。あ、確かにいいかも。持ってますか、カレーパウダー。いいんですか。持ってます。ちょっとあるか、ちょっと。あ、ありがとう。蜂蜜と、カレー粉と、あと鶏ガラスープのパウダーを持ってきました。絶対使えよって言わんばかりの。ちょ、じゃあこのカレーを試してみようかな。味変ならず、もう色変もするもん、これ。うわ、すっごい匂いです。ほら、黄色。嫌じゃない。カレーの中にチョコレート入れるかかった、コクが出る。飽きてきたチョコレートにはすごい不向きな、余計チョコレートを感じちゃってる。だから蜂蜜も、これもさ、入れてるじゃん、カレーに。濃くするんじゃん。
あ、でも一番見た目はやっぱいいよね。うん、蜂蜜どっか行っちゃったよ。チョコが強すぎですか。うん、鶏ガラいっちゃう。いや、鶏ガラ美味しいんじゃないですか。うん、味がないな。ではこれでは終われなくて、まだまだお腹が減ってくると思いますんで、またお腹が減ったら食べる、そして撮影したいと思います。なんかちょっと目的は変わってきてますけど、乗り越えるための必要な材料です。それではまた。はい、3日目のもう最後にします。これ板チョコ3つと、もう箱に入っているチョコ、これをもう4つ食べて終了にしよう。始まる前ね、飽きないようにちょっとずつ食べて3日間終わらせようと思ったんですけど、気づいたらもう最初の2個目ぐらいで飽きてました。もう最後の最後だから、もう4つ爆食いしてフィニッシュと思ったんですけど、もう味変しないと無理だから醤油かけます。初めての試み。よし、この醤油、あとこのねレモンも発見したんで、かけていきましょう。おお悪くない、いいですよ醤油は。なかなか、でもレモンかけますね。魔法のアイテム、レモン。うまい、これが一番合うわ。このレモンが一気にね、こってりが爽やかになるって感じ。違うスイーツに出会いましたっていう。あ、こんな恋愛もあったんだみたいな。この人しか知らなかったけど、この人、新しい人とこういうことやると、あ、新しい恋愛ってあったんだなみたいな、なんか世界広がるなみたいな。何笑ってるんですか、ゆるちゃん。なんか面白かったです。恋愛に例えるってのがまた。で、ラストはね、この袋。うわー、食った。どこだよ。うん、うん、溶けちゃいました。でも最後行くよ。いいですね、アボさん。はい、待ってました。いや、トイレ行ったから。トイレ行ったから、あなた。ずっと待ってました。最後、あなたはこれ見届けないと終了って言ってくれないと終わんないんだから。ずっと見届けてたのは翔ちゃんだけ。恋愛を叩いてクス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 笑ってくれたりとか、あの、調味料これがいいんじゃないですかとか、そういうふうにアドバイスしてくれて。違います、あの、ローラ見てます。あの、すごく気になったんで、ローラさんの動画見ちゃった。はい、終了のよ。見事3日間達成。はいよ。どうでした、アイスだけ。3日間とか1週間とか縛り生活の中でかなり上位だわ。合計何個ぐらい食べた。20は食べてない。2日目結構食べて、うん、カスされたんだけど、ちょこちょこ食べてたの。チョコだけに。ウィルバルトしか思いつかないよ、そのポケ。で、まあ、調味料をいろいろ試してみたんだけど、塩から始まりね。塩で一回世界観変わった。取れなかったらマジきつかったな。お疲れ様でした。今何が一番食べたいですか。今食べたいのはチョコモナカジャンボ。チョコモナ、全然翔ちゃんおらねえ。いや、ローラに集中してる。全然。それではサスケが頑張ったよ、板チョコアイスが美味しそうだったよっていう方はチャンネル変えな。いやサスケ頑張ってるだけでいいじゃん。板チョコアイス美味しそうだったよっていうのはちょっとただ置いといてよ。板チョコアイス美味しそうだったから、そしたらみんなチャンネル登録してくれるから。サスケ頑張ってないって思う人もいるからね。いるかもしれない、もしかしたら。よろしいわ。板チョコアイス美味しかったよという方は、もうパンダさん食べようとしてるやん。なんでもう通ってんのよ。はい、チャンネル登録高評価お願いします。お願いします絶対。それではまたね。板チョコありがとう。ほら、似てんのよ。唯一、刀じゃないんだから、ハートになってるんですよね。これ誰が道なんだか分かるけど、すごい。翔ちゃん、見向きもしないな、お前。あ、あれですか。終わりの終わりも見ないよね。